サハロン・シェラ派は、イスラエルの数学者、論理学者、エルサレム出身。日本では、シェラーあるいは、シェラー派と表記されることもある。専門は、数理論理学、特に、モデル論及び合理的集合論。その他に、プール大数や実関数論、集合論的位相空間論に関する仕事もある。エルサレムに生まれ、1969年に、 ヘブライ大学で博士号を取得。現在は、ヘブライ大学教授及び、ラトガーズ大学教授を務めている。エルデシュ数は1。現代屈指の天才数学者と言われている。超人的な仕事量で知られ、発表した論文の数が2012年に1000を超え、2014年現在では1044本の論文がシェラ派によって発表されている。また、500ページを超えるなモノグラフを、 次々と発表している。誰かが未解決問題をシェラ派のところに持っていくと、彼がその場ですぐに解いてしまうため、その結果できた協調論文が大量にあると言われる。ちなみに、2005年6月8日の日付のあるシェラ派の協調者のリストには196人の協調者中7人の日本人数学者が含まれている。シェラ派は、ヤエルと結婚し、3人の子供がいる。 サハロン・シェラハの父親は、ポーランド出身の詩人、ウリエル・シェラハである。ウリエル・シェラハは1908年に、ポーランドのワルシャワに生まれた。当時の名前は、ウリエル・ヘイル・ペリンであり、後に名字を先日のシェラハに変えた。ウリエルは1921年に、パレスチナに移住、そして1920年代後半には、ヘブライ大学で学んでいる。 ウリエルは中世主義シオニズム運動に従事した詩人、作家であり、ヨナタン・ラトシュというペンネームで死を発表していた。1945年7月3日にエルサレムでウリエルの下にサハロン・シェラハが生まれた。サハロン・シェラハは文学の道を選んだ父のウリエルとは対照的にすでに小学校の頃から科学者になりたいと考えていた。しかしながら、 科学者に憧れてはいても、特に数学者に憧れていたわけではなかった。幼いサハロン・シェラハが好きだったのは、数学ではなく、生物学と物理学であった。幼いサハロン・シェラハは、まだ数学の持つ間の面白さに気づいていなかったのである。運命の転機は、初等教育でシェラハが9年生になった時に訪れた。9年生で、幾何学の勉強が始まり、サハロン・シェラハは、 幾何学の持つ独特の美しさに魅了された。照明という概念や数個の氷によって論理的に導かれる。数え切れないほど、たくさんの定理、幼いサハロンシェラハはこれらに感動し、すっかり虜になった。彼は後年、こを述べている。バッドウェン、アイリーチド、ザナインス、グレード、アイビギャン、スタリングジオ、メトリー＆マイアイズ・オープン・ド・ツーザット・ビューティ。 A システムオブデモストレーションセオムスベースドオン。Avery small number of アキシャムス。Which impressed me and captivated me.9 年生になった時に幾何学を勉強し始めたんだ。そうしたら美しさには驚いたよ。照明というシステムやほんの少数の考慮に基づく、たくさんの定理に僕は感動して、虜になってしまった。 モシャ・クラインによるインタビューより、数学の魅力に取り憑かれたサハロン・シェラハは、15歳になる頃には、数学者になることを志すようになる。また、アブラハム・フランケルの著書、アイ・イントロダクション・ツー・マスマティクスは、シェラハによれば非常に良い本であり、彼の数学者になりたいという思いを一層強くした本であったという。その後、サハロン・シェラハは1964年に、 テルアビブ大学で学士を取得する。1964年から1967年にかけてサハロンシェラ派はイスラエル国防軍で兵役をこなしながらテルアビブ大学で学業を続けた。1967年にはテルアビブ大学で修士を取得。その後はヘブライ大学数学研究科に赴きティーチングアシスタントとしての役割を与えられヘブライ大学で マイケル・ラビンの指導の下で研究をした。サハロン・シェラ派は1969年にヘブライ大学でスティーブル・セオリーズの研究で博士号を取得した。博士課程修了後は1969から70年にかけてアメリカのプリンストン大学で講師として従事した。1970から71年にはアメリカ・ロサンゼルスのカリフォルニア大学にて助教授として過ごした。 その後、サハロン・シェラハは1974年にヘブライ大学に戻り、教授となった。そして、現在に至るまで、このヘブライ大学の教授職を保持している。さらに、サハロン・シェラハは、以下の大学の客員教授であった。アメリカのウィスコンシン大学、アメリカのカリフォルニア大学バークレー校アメリカのミシガン大学電気工学、 コンピューターサイエンス学部、カナダのブリティッシュコロンビア、バーナビーのサイモン・フレーザー大学、アメリカのニュージャージー州のラトガース大学。また、1986年からラトガース大学の栄誉客員教授となっている。ありがとうございます。